つまずきやすいものは片付けて、滑りやすい場所を避けて、転倒なく安全にできる場所で行いましょう。椅子に座って行う場合は、背もたれ付きの安定した椅子を準備しましょう。体温測定を行い、体調を確認しましょう。具合が悪い日は控えましょう。体操の前後に水分補給をしましょう。体に痛みがある場合は、医師に相談してから行いましょう。体操は痛みを我慢しないで、できる範囲で行いましょう。呼吸を止めずに数を数えながらゆっくり行いましょう。椅子の背もたれにもたれかからないようにします。足は軽く開いて、足の裏をしっかりと床につけます。体を起こす運動です。この運動は姿勢をまっすぐにするために大切です。立ち上がりがしやすくなります。両足でゴムを踏み、肘を伸ばして両手でゴムを持ちましょう。肘を伸ばしたまま体を起こしてゴムを引っ張りましょう。5秒間状態を保ち、10回行いましょう。それでは1回目行っていきましょう。1、2、3、4、5、緩めてください。2回目、1、2、3、4、5。3回目、1、2、3、4、5。4回目、1、2、3、4、5。5回目、1、2、3、4、5。6回目、1、2、3、4、5。7回目、1、2、3、4、5。8回目、1、2、3、4、5。9回目、1、2、3、4、5。10回目、1、2、3、4、5。緩めてください。足を伸ばす運動です。立って歩くのに必要な筋肉を鍛えます。足の裏にゴムをかけ、両手でゴムを持ち、膝を伸ばしましょう。5秒間状態を保ち、左右10回ずつ行いましょう。それでは左足の1回目を行います。1、2、3、4、5。緩めてください。2回目、1、2、3、4、5。3回目、1、2、3、4、5。4回目、1、2、3、4、5。5回目、1、2、3、4、5。6回目、1、2、3、4、5。7回目、1、2、3、4、5。8回目、1、2、3、4、5。9回目、1、2、3、4、5。10回目、1、2、3、4、5。緩めてください。では足を入れ替えます。右足につけていただいて、1回目、1、2、3、4、5、緩めてください。2回目、
1、2、3、4、5。3回目。1、2、3、4、5。4回目。1、2、3、4、5。5回目。1、2、3、4、5。6回目。1、2、3、4、5。7回目。1、2、3、4、5。8回目。1、2、3、4、5。9回目。1、2、3、4、5。10回目。1、2、3、4、5。緩めてください。股を開く運動です。立って歩くのに必要な筋肉を鍛えます。この運動によりバランスが良くなります。両膝の上にゴムを巻き、足を横に開きましょう。5秒間上体を保ち、10回行いましょう。それでは1回目行います。1、2、3、4、5。緩めてください。2回目。1、2、3、4、5。3回目。1、2、3、4、5。4回目。1、2、3、4、5。5回目。1、2、3、4、5。6回目。1、2、3、4、5。7回目。1、2、3、4、5。8回目。1、2、3、4、5。9回目。1、2、3、4、5。10回目。1、2、3、4、5。緩めてください。膝を伸ばす運動です。立って歩くのに必要な筋肉を鍛えます。この運動により立ち上がりがしやすくなります。両足先にゴムを巻き、片足を床につけたまま反対の膝をまっすぐに伸ばしましょう。5秒間上体を保ち、左右10回ずつ行いましょう。それでは左足行っていきます。1回目。1、2、3、4、5。下ろしてください。2回目。1、2、3、4、5。3回目。1、2、3、4、5。4回目。1、2、3、4、5。5回目。1、2、3、4、5。6回目。1、2、3、4、5。7回目。1、2、3、4、5。8回目。1、2、3、4、5。9回目。1、2、3、4、5。10回目。1、2、3、4、5。続いて右足を行っていきます。1回目。1、2、3、4、5。下ろしてください。2回目。1、2、3、4、5。3回目。1、2、3、4、5。4回目。1、2、3、4、5。
3、4、5。5回目。1、2、3、4、5。6回目。1、2、3、4、5。7回目。1、2、3、4、5。8回目。1、2、3、4、5。9回目。1、2、3、4、5。10回目。1、2、3、4、5。下ろしてください。ももを上げる運動です。足を上げるのに必要な筋肉を鍛えます。この運動によりつまずきにくくなります。ゴムを二重に巻き足先にかけましょう。片足は床につけたまま反対の足を持ち上げましょう。5秒間上体を保ち、左右10回ずつ行いましょう。それでは左足から行っていきます。1回目。1、2、3、4、5。下ろしてください。2回目。1、2、3、4、5。3回目。1、2、3、4、5。4回目。1、2、3、4、5。5回目。1、2、3、4、5。6回目。1、2、3、4、5。7回目。1、2、3、4、5。8回目。1、2、3、4、5。9回目。1、2、3、4、5。10回目。1、2、3、4、5。下ろしてください。それでは、右足も行いましょう。1回目。1、2、3、4、5。下ろしてください。2回目。1、2、3、4、5。3回目。1、2、3、4、5。4回目。1、2、3、4、5。5回目。1、2、3、4、5。6回目。1、2、3、4、5。7回目。1、2、3、4、5。8回目。1、2、3、4、5。9回目。1、2、3、4、5。10回目。1、2、3、4、5。下ろしてください。無理のない範囲で毎日少しずつ体を動かして転倒などを予防しましょう。